はい、今回はですね、PK 企画ということで、この豪華メンバーで、PK をやりたいと思います。でチーム分けなんですが、はい、僕と那須さんチームで、はい、前回 あのキックターゲットと同じチーム分けでやっていきたいなと。で、まあ、PK ルールはもう通常の PK ルールでやっていくということで、今回よろしくお願いします。はい、お願いします。キーパーが奈良崎さんが入っていただけるということで、はいはい、これ先行後攻どうしますか。先行がいいですかね、やっぱね。先行どうぞ。いいの、逆に先行でいいの。いや、なんかさっき先行で負けたからな。じゃあ高校で行きましょう、今回。OK です。じゃあ、はい、それはそれで高校で行きましょう。はい、これは先行ね。はい、先行どっちです。だから順番はどちらか決める。もうやっと先、はい、なんで。やだな。やですね。やだな。本当にやだな。よしよしよし。よし、やった。いやいや。いやだ。いやだ。いやだ。うまい。うまい。ぴったりだ。大丈夫大丈夫。ナスくん。うまい。あ、ナスくん大丈夫。ボールが揺れてるよ。揺れてる、大丈夫ですか。ナスくん大丈夫。いい、沖縄市平気ですか。大丈夫大丈夫か。お願いします。集中してる、手ブラブラしてる。いやったいやったー。うまい、うまい。次一緒です。3本目。3本目。1人5本じゃないんだよ。そうです、そうです。チーム戦なんで。チーム戦だから。ちょっとあっさり外してる。いやー、頼む。いやいやいやよしよしよし。危ない。いや、確かに兄さん危ない。早い、早いだろうね。手残ってた。いやすばらしい。すごっ。那須くん、これ後半の大事よ、大事よ。めちゃくちゃ4本目よ。今同点っすよね。これ外したら俺決めたら勝っちゃう。確かに確かに、そうっすね。あれルーティンなのか。手ブラブラ手ブラブラ、ルーティンなのか。決めたら勝っちゃう。確かに確かに、そうっすね。あれルーティンなのか。手ブラブラ手ブラブラ、ルーティンなのか。出るか出るか。那須、手ブラブラした方がいいぞ。ああ、そう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 。出た出た。那須さん、やったー、うまい。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 すごい。ナイス、すごい。さすが。やべー、やっついたつもりだった。いやー。次決められたら終わりか。でも多分止めてくれると。いや、たださすがよ。さすが。中村さん、決めたら勝ちよ。いやー、ちょっと決めたら勝ちよ。決めれば、中さん決めれば。お願いします。
うわ、貯める貯めるめ。うわ、貯める貯めるめ。うわ、貯める貯めるめ。あーあああああああ。よしよし、ここでローラムさん。よし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 。見ててくれるんだろうな。ナイスキーパー。読まれた。だろうな、これで。これで決めたら頼んで。頼んで。頼んで。やった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 。一番目立った本気やばうわ素晴らしい、素晴らしい、マジすごい、ギリギリまで待ってる、すごい、やっせ、さすが、さすが、今ので勝負的にはこっちが参りました。いや俺らもめっちゃ取られたの。いや、え、結局何本決めたの。1本2本2対3、2対3、そうです、2対3、2対3か、うわ、参りました。すごいですね。すごい、いや、止めすごい。え、いやいや、あの何本止めた？え、4本、5、4、4、4、5本止めました。4、5本止めました。すごい、すごい。いやいや、せっかく来たからさ。8に来てないって。せっかく来たね。せっかく来たの。ということで、ちょっと PK 対決は2対3で、惜しくも惜しくもでもないな、完敗したんですが、ここからまたちょっとリベンジマッチということでバーテをやりたいなと思います。アップとかでやられますか。終わった後に遊びでやりますね。ちょっとそうですよね、なんかそんな感じで。那須さんもこれは得意です。もう1回バーテ、バーテはめちゃめちゃ得意です。あの先輩方に申し訳ないですけど、ここは勝ちます。マジ。はい、バーテは企画でめちゃめちゃやるんだ。そうなんだ。はい、僕はあんまこういうのないですよね。はい、ここは勝ちます。で、さっきの PK がまあ一旦練習ということで、これは本番、ここは本番です。本番です。バーテが本番なんで申し訳ないです。はい、さっきちょいいアップできたということで、那須さんが絶対の芯があるって言うんで、絶対負けないって言うんで、奈良崎さんに入っていただいて、3本2本でお願いしていいですか。いいですか。全然いいです。あ、だから3。あ、そうです。確かに僕らが2本当てたら、レジェンドチームは3本当てなきゃダメということで、僕は先行で。なるほど、ね、はい、そういうことです。コツって何ですか。絶対的な自信があったじゃないですか。あの、ナスイマさんボールのレクチャーされるっていう。このビルはいいんですよ。このビルは勝手に当たるんですよ。インセプトが浅いです。ここにいればいいんですよ。やっと3から深いの、深いの。本当ですか。はい、これはですね、こう入ってちゃんと軸足を置いてこの人です。いやいや、一緒だ。一緒だ。スライス気味、スライス気味、はい、ちょっとカットっていうか、カット気味。はい、一発目いきます。はい、おきゃった。おー、惜しい惜しい。おきゃった。おー、惜しい惜しい。これこれさっきゴールキーパーの練習でバーテとか。バーテがもう得意です。おお、みんな得意だ。みんな得意。うわ、あー、うわ、結構飛ぶな。アドレナリン出てる。力入ってる。力が遠めに。どれどれ。いや、高いか。いやー、さあ、1本目、1本目。よし、やっとい、当てとこう。おっ、うわー、低い低い。おっ、いやー、おっ、いやー、うっしー。うっしー。当たれ。あ、うまい。いやー、惜しい。来た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 。おお、来た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 。おお、イエス。うまい、うまい、うまい、先輩方すごい。完璧完璧。よっしゃ、あと1回、あと1回、あと1回だ。素
しかも戻ってきた、はい、え、奈良さんでしょ。うわー、わかるわかる気持ちよくなってきたよな修正が止めすぎてダメだもうしもうしまい。これは参加でいいね。そうです。もうしまい。当ててえな、これ。整えました。整えましたよ。わお、わお、うまっ。ああ、いいな。蹴り方が優しい。うわっ。うわー。わかる。え、2回。やばいやばい。やばいやばい。いいですか。いやちょっと嫌だ。ちょっとナス2回はちょっとよくない。よくなくない。はい。いやでも喜んでる。危ない。うわーうまい。うわーうまい。うわー。悪くない。柔らかかった今。一生負ける。見てください。うまい。一生負ける。見てください。うまい。おーいうまいよしよしうまいうまいちょっと最後ふわってなるかふわっとゲームがふわっとゲームがはいこれ当てたら面白いやばうまあーダメだうまあーダメだうまあーダメだ赤いおいよおいよ当てたら整いますよちょっと弱めでだからだから強いなっさんなっさんわかりますよわかりますよわかりますよ修正だもんねストレート系のダンド見てみたいストレート系のおおおおストレート系これやっと出てくれちょっと弱めだよ確かうまいそういやー言えなくなった言えなくなったうまいそういやー言えなくなった言えなくなった言えないよし整いました整いましたよしでかでかすぎたでかすぎた当たりすぎたいやむずいねいやいいねむずいよ。かっこいいところしたいな。自分のチャンネルだし。これ行きます。来た。これ来た。来た。これ来た。おお。当たった。全部惜しい。やったーって。いやー。強めで。そうね。強めの。行きます。おお。すげえ。ラスク。はい。弾道どんな感じでいきます？強めでいきます。強め。え？お。いいの？強め。うわあ！かっこいい。かっこいい。すごい。やったー。いや今のそれはすごい。今の強めで。強めで。これはすごい。これね。まだ終わってない。ここもあります。まだ終わってない。俺見覚え。いやこれ強め。強め。強め。いや強め。奈良さんの感覚で。よし。強い。やっぱ強い。強い。出席だ。ほら、勝ちましたね。勝ちました。でこれが本番だったということで。これが本番だった。はい。2対2ですが、まあ僕ら先に点当てれば勝ちということで。はい。今回僕らの勝ちということで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっと勝った。やっと勝てた。俺が入らなかったかも勝ち。ガンさんはいかがですか。いや最後の弾道これは勝てる気はしてたんですが、もうやってる頻度が絶対的にあまりやってないと思ったんで。でもなんかどうだった全部。いや惜しかった。弾道がなんかナスよりなんかこう安定してます。安定してます。
欲しかったです。なんか自分自分を出してたから本当はチームで戦わなきゃいけないのに、だから今日やたら行き前ってたんでちょっとこう チーム感を忘れて出過ぎちゃったローラーさんがちょっとでもなんかね、やっぱ那須さんがあの後輩感が今日ちょっとすごかったね。そういうところが見れてね。そうですね。あの壁に入れさせられるところじゃない。ちょっとなんかリアルにああいうのあったら提供できるみたいな。ああいうのリアルでしたね。そうですね。その直属の先輩なんで。はい、はい、そこはちょっと。天皇杯負けちゃったんで、うん、その分なんかちょっと僕活躍したかったんですけど。できなかった。じゃあ僕のことって知ってました。知ってます。あ、本当ですか。もちろん。嬉しいな。もちろん知ってます。何でこうサッカーが好きっていうのと、そのセールスを、はい、いうのと。いや、嬉しいな。直接お会いするのは初めてですけど、ゲームではよく使ってました。あ、どうですか。ありがとうございます。はい、ゲームで。サカツクっていうゲームがあるんですよ。J リーグのクラブを運営するみたいな。うん、で、その時に、奈良崎さんにまず僕、2年目でオファーしたら年俸が安いって言って断られたサッカーとエンタメみたいな、うんうんうん、でローランドさんがやっぱ出てくれることで、はい、やっぱりエンタメ層がサッカーの人気に、はい、また加速させてくれるというか、そうですよね、はい、そういう意味ではすごい助かってるので本当にありがたいです。だってもう気づいたら100万人超えてるじゃないですか。あの時目指せチーム100万って言ってた。そういえば確かに、いや超えたんですよ。そうなんです。やっぱだから宣言してみるもんだなって思いましたね。うん、だから僕もちょっと追いつけじゃないですけど、まあそこら辺もちょっと頑張って追いつけるようにとは思ってますし、情熱と対価を同等に与えられるサッカーにしたいんですよ。やっぱり記憶に残る選手っていうのは、はい、だからそれが多い方がサッカー界盛り上がるんですよね。だから記録っていうのはもちろん伴わないといけないですけど、記憶に残る選手っていうのは言動だったり。はい、そういう髪型一つにしてもプレーにしても、そうですよね、はい、だからそういう選手が高校サッカーでも出てきてくれるのはすごい面白いと思います。僕は今日この撮影で全く、記録は出せませんでしたがこれからも記憶に残るプレイヤーでね、プレイヤーでもねえか、まあ、そういう男でいたいなと思います。全然ホームのね利点感じなかった。ホームアドバンテージなかった。ちょっと範囲そこにあるかもしれないですよ1個、まあ、交代連の先輩後輩がちょっと出てしまいましたね。